次の先、この先か。はあ。およそ200メートル先、左の方向、つくも大谷方面です。その先、5キロ以上道なりです。これか。豊田橋なんだ。ダイハツがあるけど、まあまあトヨタグループ、ホンダもあるけど、豊田橋なんですね。よいしょ。反対側だけ一通りになるんですね。面白い構造ですね。あ、これ横あれか、高速が走ってるのかな。さっき通ってきた。それで、まだまっすぐなのか。本来はここら辺に入ってくるはずだったってことですね。大鳥屋でこっちでいいかな。左の方向です。お、ついに左ですか。およそ1キロ先、平岡町、左の方向です。うん。次の交差点ぐらいからもう一つか。その先、およそ1キロで、目的地付近です。左の方向です。何も売ってないんかい。びっくりや。1キロ先、目的地付近です。大阪やな。大阪の宣伝あったわ。突っ込まずに見れんかったわ、今のは。何売っとるんかと思った。まさに何も売ってないって。商品ないってのはどういうことや。自販機屋さんなのかな。なんないよ。わからん。え、パン売っとる。また。え、あ、そのままセルフ販売だこれ。どういうこと？え、お、え、え、キャッシュ、え、支払いどうすんのあれ？え、あれ、え、あれ、無人販売車めちゃくちゃ綺麗やったけど、すごいな。どういうことなんだってばよ。オートレッジプライマで来たね。あ、もう、プライってなってるもんね。あ、これ、ちなみにオートレッジプライじゃなくて、下がりって読むらしい。あれか、お下がりとかの、下がりの感じか。当日1000円。
よく、まあまあするね。およそ200メートル先、目的地付近です。そう、あ、これ大鳥駅。はい、はい、はい。なるほどね。あ、結構駅前栄えてんね。目的地付近です。はい。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。時々、曇り、降水確率 40% です。 40% ちょっと上がったけど、まあまあまあ、こんだけ書いてるし大丈夫でしょう。ここから電車移動になりますね。1000円600円とか、視線の駅のあたりで探した方のがいいかもしれんね。24時間500円。何でしたっけ？西大鳥じゃなくて何やったっけ？駅の名前忘れた。段階の駅の方に要は行けばいいわけですもんね。こっちは相当お値段してたもんね。これが野田市角。野田の地下道か。野田市角か。どっち方面だい？あっしょ、これぞ、オッケー、オッケー。東羽衣もね。ああ、案外これもストンといけるみたいなのかな。いけるみたいなんで、うん。その東羽衣に向かって行けばいいです。羽衣駅っていう駅があるのかな。で、南海の駅があって、そこの横にその支線の駅があるみたいなんで向かっていきましょうか。